はい、えー、2021年11月の1日ですね、今日はね、えっ、ー、と、山奥から世の中を見下ろすという、まあちょっと偉そうな、えー、なんでしょう、再生リスト作ろうということなんですけれども、あの、まあ本来は、これ、なんでしょうね、この YouTube 撮り続けて、2、3年やって、なんかこれ、本当資料として、 ドキュメントとしての価値が出てきたなと思ったらば、こういう話もやっていこうかなと思ってたんですけど、これ、まあ、やっぱり生ものと言いますか、やっぱり今、ね、見て感じたこと、今話さないとしょうがないだろうということですね。えっと、ちょっと当初の予定を変えまして、この話をね、あ、ちょっとあの、山奥の移住者がこんなことを今考えてるんですって話をね、していきたいと思います。ですね 今回は、えっと、いつ10月の27日からですかね、3日間、幕張メスですね、千葉県。あそこでジャパン IT ウィークっていうのと、ネクステックウィーク、えっと、まあまあ、えっと、ざっくり IT 系のえー商談会展示会です。に行ってきたんですね。で、僕もともとこっちへ来てからほぼ毎年のように、えっと、この手の、あの、イベントは、 えー、年に1回から2回行ってて、3年前ぐらいですかね、えっと、AI ブームが起きて、その AI のね、あの、どんなあのサービス、アプリケーションが出てくるんだろうなと思って、見に行ってたんですけども、なんかもう、特別新しいものが出てくる雰囲気もなかったので、あの、ここ3年ぐらいは、えー、行くのやめてたんですけども、今回ですね、まあちょっと今、えっ、ー、と、別の動画で話したかな、えっ、ー、と、 別の IT 系の企画を今、検討してまして、まあ、あの、それのね、まあまあ調査といいますか、あの、まあ、見識を広めるみたいなことでですね、えっと、行ってきたんですね。まあまあ、そんなこんなで、えっと、まあ、行ってきて、まあ、要するに3年前にはもうなんかこの手のイベントもう見なくていいや、なんて思っていたらば、要するにまあ、あの、何年か置いていたらとんでもなかったというところですかね。 まあまあ少々生意気になっていたってことでしょうかね、やっぱりね、あのちょっと衝撃を受けたと言いますかね、まあ今回別に新しい話をするわけでも何でもないんですけれども、まあ要するにそんなことすら耳に入ってなかったって話もあれば、こんなとこでね、あの,のんびり YouTube 撮ってね、あの本の紹介なんてやってる場合じゃねえだろっていうようなこともちょっと思ったというところでね、あの一旦今回見て感じて、 感じたとか思ったことを、えーとうん、アウトプットしておこうということで、えー、とここで今話をしていますと。とうこですね。えー、っとですね。えー、っと展示会やると,、えー、っと、セミナーみたいなのやるんですね。で大体無料であの、何でしょうね。あの今の時のうまいことやってる会社とかあの,の人とかが出てきておしゃべりするんで、まあ、そういうのを聞くんですけども。 今回、本当にもう、んでしょうね予、予定外というか、自分が想像してなかったところから、まあまあ、思うもやらも話を聞けたみたいなところでですね、あの、びっくりしたんですね。で、まあ、その一つがですね、え、アリババですね。まあ、え、e コマースの売り上げで言ったら、今、世界一なんですかね、アリババね。まあ、ソフトバンクが株を持っているということで、日本では有名。 僕はアリエクスプレスっていうね、あの通販を時々個人輸入とかで、ねえー、使ったりすることがあるんですけれども、まあまあ、あのアリババですが、まあこれは別に新しいえ、えっと、サービスでも何でもないんですけれども、えっと、そこでいわゆるスーパーアプリと呼ばれるですね、まあ、要するにあのアプリを統合したアプリっていうんですかね、あのまあそれの話をえっとで言ってきたんですが、まあ、アリババの場合は、え、っと まあそこで話をしたのが、まあ、あのアプリそのものというよりも、そのアプリの基盤となっているまあ考え方とかプラットフォームとか、そういう話だったんですが、えっ、ー、と、まず一つ、フーマーというですね、あのいわゆる、えー、ショッピングモールっていうんですかね、スーパーですね、の話と、えー、アントフォレストでしたっけ。これは、んこれは、あ、これはフーマーですね。 そしてアントフォレストね、このアプリですね。この二つのような話をしていて、まあ、その、アリババのエコシステムとは何ぞや、みたいな話をされてたんですが、まあまあ、やっぱりこれが衝撃的、まあまあ、これ、まあ別にこれ自体は、まああんまり細かくは知らなかった、まあなんとなく聞いたことあるぐらいなことあったんですけども、まあ、アリババちょっと簡単に話をしておくと、まあ、ニューリテールっていう言い方してますけども、えー、このフーマーね、 もう要するにオンラインとオフラインを融合しているって書いてますね。えっと、まあまあ、これなんか買い物すると、これね、この袋に、もう、わーっと、ここがね、あのコンベヤーにあわれていって、あのもう、郵送されるみたいな話になってるようですけれども、あれこっちですね。えっと、まあ、実際には、スーパーで売ってるものを、もう、アプですね、これ、アプリ、アプリがあるんですけど、アプリを通して、もう、これで要するに、これ、ね、バーコード読むと、この商品は、 え何時何分に作られて、どこどこの産品でみたいなことは、いわゆるトレーサビリティってやつですね。全部出来上がってるんですよね。で、これでもそのスマホでこれを買う、これを買うって決めて、決済をして、えあれこっち、ページが違いましたかね。これ、これビーッと流れてね、買うみたいなこともできれば、要するに逆にオンラインで同じような形でえ商品を見つけ、見て、要するにあのお店に行かずにですね、 これでこれこうやって選んで買うこともできると。で、さらに言えば、えっと、こう選んだものを、えー、これ、こういうふうに調理して送ってよっていうことをやれば、まあ、それで送ってくれるみたいなこととかですね。もうそこまでい、えー、ってるんですよねで。まさにもうオンラインでもオフラインでも同じように買い物をするっていうような、えー、形になってるんですね。このフーマーですね。まあね、だからこれを聞いてて、 まあよくよく考えればですね、今、日本はやっと、キャッシュレス決済が始まって、えー、セルフレジみたいなのが始まって、セルフレジもまあまあなんかセミセルフみたいな感じですけどもね、でもうあの使い方わかんない人がね1人、2人いるとあのそれで渋滞しちゃうみたいな状況になってたりとかね、あのまあそんな状況の中、もう本当にやっぱ中国はもう全然先行ってるなとて話がまず一つですね。であと、この、違う違う違う。 あれこれはブロックチェーンの方に行っちゃったな。アントフォレスト。この話ですよね。アントフォレストは、えっ、ー、と、これはもう、2019年ぐらい日本で一回有名あ、紹介されて有名になったんですかね。あの国連で表彰されたみたいな話でしたけど、まあ簡単に言うと、えっ、ー、と、これもアプリの頑張ったかな。こう。えっ、ー、とね、なんかね、えっ、ー、と、要するに環境にいいことっていうか、例えば、えっ、ー、と、タクシーで移動するところを徒歩で移動しましたみたいなこととか、 そのえー、ちょっと環境にプラスになったことをやりましたというと、こう、自分でこう、木がね、どん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 育っていくんですよ。で、これ、まあ、要するにポイントがももも,ももたまっていくと。で、ポイントがたまり続けると、最終的には、えー、っと、これは写真出てなかったかな。えー、っと、あ、これポイント獲得の画面か、こんなことをやって何ポイントみたいなですかね。でこ、あ、ここで木が育っていくんですよね。で、そうするで、ポイントがたまると、実際に、えー、っと、 中国の砂漠に、えー、自分の木を植えることができるんですね。で、砂漠にどん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 あの、ね、みんなが参加して砂漠にそこに植林をしていくうちに、要するに砂漠を,を緑に取り戻すということが、えー、できますっていうやつですね。ああいうことが、えー、可能になってるアプリなんですね。でまあこれゲーム性もいろいろあって、やっぱりちょっと競争心を煽ったりみたいなこともあるらしいんですけども、これがもう実際、 今2000、えっと、2016年に始まって、現状で6億人、あ、これ書いてますね、6、あれごめんなさいね、6億人が参加しているって書いてますよね。ね。友達を倒して競う仕組みにより、6億人まで浸透ですね。で、これね、いや、話を聞いていって思ったのは、これなんか僕のところでも似たようなことできるじゃんって話ですよね。やろうと思えばですけどね。あの、まあ、ちょっと、ここで、 ね、今、あの日本の山の話とか、林業の話とかっていうのは、まあ、僕もそんな人に説明できるほど詳しいわけじゃないですけども、まあ、なあのこ、こんな風にやってるんですねっていうね、やっぱりちょっとね、はてな頭にはてながつくような話が結構あるんですよ。で、もう山もう、えっと、あの山は誰さん、この山は誰さんじゃなくて、あの山のあの辺は誰さん、あの一部分は誰さんみたいな感じで、もうかなり細かくね、あの、 区画されて、あ、ね、持ち主が違ってい区画されていたりとかですね、するんですけれども、あのー、まもう、要するに、こう、補助金が下りるから、単純にもう、えっ、ー、と、杉の木植えりゃいいじゃん、えー、紅葉樹でクヌギ植えりゃいいじゃん、みたいなね、なんかそういう世界になっちゃってるんですけれども、で、こういうちょっとしたアイデアをね、えー、っと、入れることで、新しく、その、なんでしょうね、山の管理ができるようになることがあるんじゃないか、みたいなことをやっぱ思ったりしたわけですよね。 でまあまあ、そんなことをこれ聞いてたらですね、まあ、さっきも言いましたけど、こんなね、YouTube とってね、あの本の紹介なんてやってる場合じゃないんじゃないかともう。で、なんでしょう、要するに本当に日本は、あの本当に IT 遅れてるなっていうことですよ、早い話が。でもうそれは単純に、えっと、あの技術者が少ないとか、そんな話とかじゃなくて、やっぱりもう発想が、えっと、 あの弱いし、IT を構築するプレイヤーもいないと。だこれもう、それこそ中国で受けてるサービスなんて、ちょこちょこ探して、日本にそのまま丸ごと持ってきたらば、多分それで一つ日本でビジネス成功できます、しますよぐらいなものっていくらでもありそうですよね。ただ日本には残念ながらやっぱりプレイヤーがいない、それを実現する人は。そう思う思とね やっぱ IT っやつ人間としてはね、ねもうちょっと IT 頑張らなきゃいけないんじゃないかなという気が今、していたりするんですよね。まあまあ、そんなことを思って、ですねこのアリババの話を聞いて、そんなことを思ったわけですよ。これ、もともと聞く気なかったんですけど、あの飛行機がね思うように取れなくて、時間が余ったので、ここ1個枠をね。 このセミナーの枠増やしたんですけど、これが一番衝撃的だったっい話ですね。でまあまあ、なんかちょっと取り留めもない話になっちゃいましたけれども、えっと、まとめると、やはりアリババの話を聞いたらば、日本は本当に、えー、IT 遅れてるし、えー、アリババなり、まあ、まあ要するに海外の IT のサービスを見て、日本に取り込めるところは、おそらく、えー、私のような、えー、田舎の個人事業主でも、えー、きっとある。